道の駅神戸フルーツフラワーパーク大沢は神戸式宅大蔵町にある花と果実の道の駅である100ヘクタールの敷地内にホテル、フルーツフラワー、有馬温泉と同じ泉質の天然温泉、赤根の湯をはじめ9種類の湯が楽しめるバーデハウス、国産黒毛和牛の本格的なバーベキューを1500名が一度に楽しめるバーベキュー場 カジュエンプール600名のキャパシティを誇る神戸、モンキーズ劇場、遊園地、ゴーカート場、パターゴルフ場、地元野菜などが楽しめるファームセルカスなどが設けられている。当期は夜間に神戸イルミナージュというイルミネーションが行われ、プロジェクションマッピングを使用した演出のほか、神戸モンキーズ劇場での夜間公演、光のモンキーショーや大道芸などで賑わう。運営については、 神戸市の委託を受け、株式会社神戸ワインが行っていたが、2014年4月からは、一般財団法人神戸実のりのが担当することとなった。なお、株式会社神戸ワインについては、債務超過により、2014年7月1日から、特別生産が開始されている。2017年3月30日に、道の駅、神戸フルーツフラワーパーク大沢として生まれ変わり、 新たに、ファームセルカスが誕生した。神戸のフルーツフラワーパーク道の駅30日開業。神戸新聞。2017年4月9日閲覧。ありがとうございます。